続いては海の異変です。県内の海で見つかったのは沖縄の魚。一体何が起きているのか、現地を取材しました。伊東の魚市場です。近くで獲れた魚はこの場所に運ばれてきます。伊東市の伊東魚市場、早朝から活気にあふれるこの場所で、漁師たちは今ある異変を感じているといいます。この大きな魚は何ですか？これはマグロです。マグロ、キハダマグロのちょっと小さめのヒメジ。最近なんかものすごい入るようになって、今年に入って急にこのキハダが多いなっていう感じはしますね。刺身や寿司でおなじみのキハダマグロ、主に水温が高いところが生息域です。ここに来てそのキハダマグロがアジやサバを取るための定置網に引っかかるといいます。県定置網漁業協会によると、伊豆半島東海岸定置網の今年9月のキハダマグロ漁獲量はおよそ6トン。これは平年の10倍です。キハダマグロは鮮魚界の人気者ではあるものの、地元の漁師にとっては喜びばかりではないようです。アジ、サバ、イカ、もうここ何年かもう取れないですね。昔はこんなサバとかアジはもう常にあったから、そんだけ量が少ないと思います。夏に取れた魚は寒くなってもまだ取れてるとか、魚でこう季節感を感じないというか。実際異変はこれだけではありません。名前が分かんない、正式な名前が。正式名称がどれですか？正式な名前が分からないもの。長いバラクーダみたいな。全長90センチほどのこの魚、おそらくオニカマスではないかとのことですが、地元の漁師でも名前がわからないような魚が近年増えているそうです。キハダマグロもオニカマスも暖かい海域に生息する魚ですが、の要因は、黒潮の、大蛇行、水温が上がることによって普段見られないような南の方の魚が、より北の方に移動してきたりですとか。2017年に発生した黒潮大蛇行、7年経っても続いているのは観測史上最長です。こちらも県内で撮影された映像。体に2本の線があるこちらの魚はグルクンという名前の魚です。グルクンについて伊豆の海に潜り続けて30年のベテランダイバーに聞くと、タカサゴっていうお魚の、種類をすべてまとめてグルクンって呼んでるんですけども、その伊豆ではあまり見られてなかった、魚なのですけど、5年10年ぐらいで数はすごく増えたと思います。グルクンってどの地域でよく見られるものですかね？沖縄とか九州の方とかよく見られてた魚ですね、はい。静岡の海を泳ぐ沖縄の魚。県水産海洋研究所によると、黒潮大蛇行はまだ続く見通しだといい、今後私たちの食卓に並ぶ魚にも影響を与えてくるかもしれません。